ジャマイカには清らかな水があふれている。 UCC のジャマイカコーヒー農園で採れたブルーマウンテンコーヒーをこの川の水で食べてみる。グッド。豊かな自然がいいコーヒーを育てるんだね。ジャマイカの自然が育んだ香り高いブルーマウンテンコーヒーを日本へ。 UCC コーヒー。本当の味わいはこのタッチ。いい香りで結ばれて。モンカフェ、モナミ。UCC コーヒー。本当の味わいはこのタッチ。いい香りでブレイクしたい。モンカフェ、モナミ。UCC コーヒー。アクエリア。気持ちよく体を潤うなら、おいしい方がいい。アクエリア。体に聞いてごらん。美味しさたっぷり。あ、1リットルならキリン。渇きにとどめ、イエローネームのキリンメッツ。今赤い柄な新発売。サブリナは青いリンゴの味がする。体に美しい飲み物、新発売。気分ほぐしてアメリカンリラックス。冬はホットでジョージア。能楽師観世秀夫。違いがわかる男のゴールドブレンド。引き立ての味と香り、ネスカフェゴールドブレンド。痛い味だぜ。バディ。すいません。新発売、メロンイエローの肝臓一口。宇宙人に似てますね。オレンジ？レモンジ？天の川のせせらぎ？いい感じ？とっても痩せない味。一気に飲めちゃう新柑橘系。メロンイエロー新発売。よく晴れた朝、いつもより遠回りの道を16ビートで出勤した。タフマン知ってますか？ヤクルトタフマン。ライバルを倒し握手して別れた。素晴らしい握手だった。タフマン知ってますか？ヤクルトタフマン。将軍に出会ったら微笑んでやれ。熱く
くなれ身も心も。ファイティングスピリットオロナミン C。 オロナミン C は小さな巨人です。シェイプアップのスタートはバランスよく食べることだ。カロリーコントロールできるバランス栄養食、カロリーメイト。太りたくないですね。脂肪細胞、これが増えると太りやすいんですね。脂肪細胞が増えるのは子供の頃だから、子供にはあまり甘くない飲み物。お母さんにお願いしたいですね。汗って何ですか？体に必要な水と電解質です。寝てる時にも汗かきますね。だから朝のポカリスエット、イオンで体が目を覚ますんですね。正解です。座りましょう座りましょう、G4、 痔の痛み出血腫れかゆみに白い G4。 アース防虫シートにしたら衣類に嫌な匂いがつかないの。タンスからいってらっしゃい。ああ楽ね。匂いもつけず虫つけず、アース防虫シート、世界のバッグプレゼント。お肌カサカサカサ、アノンつけましょ。はじめしっとりして、その後ツルツルに変わってくるぞ。アノン。やはりエヘン虫にやられてるようですね。注意しときましょう。こらバカ、いい加減にしよう。念のためにビックスドロップもどうぞ。ありがとうございます。喉の薬ビックスドロップ。内田の新解放イオン化カルシウムには、私たちに不足しがちなカルシウムが十分に入っています。海が生んだ天然のカルシウム、海は健康のもと、海は命のふるさと。海から来たのね。内田の新解放。素肌引き締めるローションフレッシュ、もぎたてシトラスの香り、青春ロックンローション。パパ、地球いばよし。人生はごく小さな愛を見逃さず、男の顔を掘り上げていく。今何を美しいと思う？さざ波。じゃあ君はさざ波のようだ。夜落とし波みたい。ロマンチックじゃないな。ごめんごめん。目尻に年を感じたら、カネボウのメイヤング。コンクリートの上で暮らす自然派志向の女性たちへ、新しいハーブスキンケア、カネボウジュロ。新しいヘアケア、サンシルクニューライフ、今登場。髪の内部に作用するシャンプーとコンディショナー。さてその感じは？都心の気になる女性たち、このニュースをどう思う？思い通りのシャンプーとコンディショナーをヘアで使ってみるっていうことなんですけど、楽ですね。面倒じゃないしね。洗うのがすごい楽しみ。あなたもサンシルクニューライフをお試しください。きっと何か一言言いたくなりますよ。揺れるでしょ。素肌爽やかですか？全身薬用ローション、シーブリーズ。演奏がうまくいった時、うんとうまいものが食べたくなると彼は言う。健康な胃は人生最良の友。胃を気にし始めたら、塩野義 S 胃腸薬新発売。あら、良くなったよね、風邪。温まって無理しないでね。風邪に塩のみのパイロン AM 錠、よく効きます。ギレット折れる爽快なアクタス、これがアクタスシェーブだ。動く二枚刃ギレットアクタス。お
だが掘ったら俺を呼べ。タイガーバームの有効成分は生薬、肩こり筋肉痛によく効きます。タイガーバーム輸入元龍角散。出会いと別れを繰り返して、その度にあなたは美しくなる。自然のままに歩きたい、自然のままに愛したい。1984年、あなたはどんなラブストーリーを書くのでしょう。自然から生まれた化粧品、ナチュールシーボン。微笑みに香りを添えて、自然な香りでおもてなし。微笑みに香りを添えて、リューピコレットもよろしく。ドリップタイプの便秘薬ソフィットは飲みやすいお薬。しかも効いてほしいところでよく効くのです。ソフィットはこの辺から効き始めます。だからお腹に優しいのです。ドリップタイプの便秘薬ソフィット。あなたもソフィットする？聞くところによりますと、よく効くお薬はよく効くんですよね。そうです。ソフィットはお腹に優しくよく効く新しいタイプの便秘薬。あなたの症状に合わせて調節できるドリップタイプです。ソフィットください。ソフィット。新発売。大切な着物を虫から守る。いてて、いてて、いてて。和服のボディーガード、正気さんマーク。藤沢の和服小脳。友達がポーラレディーになった。女にできることってまだまだいっぱいあるんだね。募集してます。ポーラレディ。前田美晴です。私は素肌のためにポンズコールドクリームでクレンジング、そして美しさのためにもう一度ポンズ。今私はポンズ。僕先発ミカロンで先発。僕抑えミカロンで老けを抑えます。牛島、小松さん、抑えたいな。抑えたいですね。はい、ミカロンは抑えちゃう。老けが出ないように防ぐのです。バッティクティー、いいね。ヤングの香りでバン、いいね。オーナーヨコのエチケット、脇の下にバン。バンティクティー。ライオンから。皆さん、胃腸の調子いかがですか？強力若元は消化、成長、栄養、3つの作用の胃腸薬。強力若元。健康っていいですね。スリムになることで成功したケースです。香りのいいカセットが出たって聞いたんですけど。あっち、新しくカセットケース入りコロン。
この夏その気、サンフレアで夏遊び、セットケース新発売。その気誘惑という名の甘い香りもある。駆け引きという名のほろ苦い香りもある。タクティクス、香りはちょっとした天国だ。熱いシャワーを浴びて冷えたグラスを手に、イメージ通りに景色の変わるのを待つ。タクティクス、香りはちょっとした天国。唇さあ一体よ唇。この春のオフィスはヌードカラー。街を彩る自然色の口紅が揃いました。悩ましくヌードの唇、飾らないで飾るヌードカラー。ここは春バル。私リップスティックとリップニュアンスは資生堂フェアネス。仕事が面白くなってきた。でももっと気にしてほしいな。目の疲れ、シンサンテドウ。目すっきり、シンサンテドウ。あ、和訳魚に飲みすぎた。パンシロンジャタンパンパン。わさばなしで食べすぎた。パンシロンジャタンパンパン。この時期新パンシロン。パンシロンジャタンパンパン。毎度毎度のお誘いに、いやだいやだってどっこいどこい。日本人のお付き合い、わしのマークの愛称漢方胃腸薬。いいポンポン。切らずに使えるパラゾールノンカットは我が家の宝です。ほんと、切らずに虫除けできるなんてもったいないみたいですね。切らずに使える白銀のパラゾールノンカット。とっくりに生ビールを入れちゃったぬき、2リットル朝日の生どっくり。美人が訪ねてきたので部屋は居心地のいいバーになった。新発売ニューズ1リットル2000円。お勤めご苦労様です。うん、キリンは冷えとるかな。はい、今日は富士山も綺麗だけど東京タワーも綺麗だね。パッケージ一新、キリンのビアガル。ビロダン生だ。そう、缶みたいな瓶。えいえい、味もえい、形もえい。あ、キリン生えい。I like the French style, I like French lips, I like French hips. I like French beer, I think the forest red. 恋人よ、フランスビールだ。フローネンブルン。Tokyo Drink 宝缶チューハイ新感覚。これ玄米酒ね。はい、1984年のお酒です。まあいい声。玄米酒ヒビコン。玄米
けない。また明るい人になってしまう。シティオブ焼酎3レモンサワープレゼント中。いけない。また明るい人になってしまう。シティオブ焼酎3。響き渡る日本の音、響き渡る日本の味、青春大関響き渡る。酒は大関。宝焼酎純。今大阪心斎橋の近く割烹まさにお邪魔しています。伊藤さんは陽明酒をご存知ですか？ええ、おかみからよく聞かされてます。そうですね、みんなね元気で働いてもらうとね。じゃあ陽明酒の効き目も。ええ、あの胃腸の弱い人とかね、冷え性の人、それにあの体の弱い人なんかにね、よく聞くって聞いてますね。薬用陽明酒には自然の生薬が溶け込み、滋養強壮剤として穏やかな作用で体を丈夫にします。暖かい日があったり寒かったり、今頃の季節はとかく体の調子を崩しがちですが、あなたはいかがですか？薬用陽明酒には自然の生薬が溶け込み、滋養強壮剤として胃腸の弱い方や虚弱体質で風邪をひきやすい方など、ご覧のような方によく効きます。1日3回食前あるいはお休み前に20ミリリットル、このぐらいずつお試しください。毎日陽明酒についてお便りをいただいたり、またお話を伺っていますと、家族がみんな揃って健康で暮らせる、本当に素晴らしいことなんだなと思います。薬用陽明酒には自然の生薬が溶け込み、滋養強壮剤として胃腸の弱い方や冷え性、虚弱体質の方など、普段体が弱くお悩みの方によく合います。1日3回食前あるいはお休み前にお試しください。ここは陽明酒の原料を貯蔵している生薬庫です。薬草の香りがいっぱいに漂って、何か元気が出てくるような気がするんですよ。薬用陽明酒には防風、効果、薬用人参などご覧の生薬が溶け込み、胃腸の弱い方や冷え性、虚弱体質というような普段体の弱い方によく効きます。食前あるいはお休み前にお試しください。あなたは手に取ると叫んでしまう。鮭、サラダ、油漬け、出た！お手に取ってください。あけぼの鮭サラダ油漬け。デイビッド・トーマスはハンバーガーレストランを娘の名前からウェンディーズと名付けました。古き良き手作りの味。Wendy's Hamburgers。この爽やかさが肉らしい。エバラ和風焼肉のタレ、爽やか醤油味とレモン風味。お母さんのだし、キッコーマンカツのだし。風味キーキーワンタッチ。作れなかったスープが作れる、だから嬉しい。溶き卵で仕上げる中華街のスープ、クノールから新メニュー。マカトマトマト、元気いっぱい、キャプキャプデレルモンテ、イエーイデルモンテ、キッチャプ。今動物スプーンついてるよ。ダイキックマン。太陽よ、大地よ、サンキューでございます。フルーツパラダイス。お正月を遊ぼう。あ、クレだ。ヤングジャガーだ。クレ
チもいいけどカレーもね。ね。ハウスククレカレーです。カツオ、ワカメ、タラちゃん、サザエさんちの健康ふりかけ新登場。健康いっぱい、もういっぱい。サザエさんちのふりかけ。ハウスから。マラムヤ。今日はごま味噌味よ。ごまとお味噌であったかい。マダムヤンのごま味噌味。ごま味噌味はマダムヤン。しこしこ麺にうなぎの千切り、おいしい冷麺出来上がり。ますます冴えます、本格冷麺。冷麺はマダムヤン。シニチキン、これはビバン。出ましたよ奥さん、全く新しいタイプのシジチキン。お料理版サラダ油に変わって、野菜スープで下ごしらえ、あったり薄味のオイル。おい、煮物に詰め物、ちらし寿司にも手軽にお料理。お料理版バンバン作りましょう。シジチキン、お料理版のオイル。シジチキン、お料理版。出ましたよ奥さん、全く新しいタイプのシーチキン。お料理版サラダ油に代わって、野菜スープで下ごしらえ、あっさり薄味のオイル。おい、煮物に酢の物、ちらし寿司にも手軽にお料理。お料理版、何でもバンバン作りましょう。シーチキン、お料理版のオイル。私、白い花がとっても好きなんです。それに白いシーチキンファンシー、新鮮だからいろんなお料理を楽しんでます。うん、生きてる。お値段の違いは美味しさの違い。シーチキンファンシーは羽衣缶詰です。コーン油 100% のマーガリンだから、おいしい。コーデン、コーン100。一言いい女に、一口かっくいチーズキューブ。ウォーデンチーズ。リッチな気分をブレンドしましょうか。美味しさの違いはバター 20% 入り、ボーデンリッチブレンド。マクドナルドのドライブスルー。パパ、ここでストップ。いらっしゃいませ。マイクに注文して。よし、ビッグマック2個、マクシープ、コカ・コーラ。手に取ってお車を前にどうぞ。車から降りずに帰る。ありがとうございます。マクドナルドのドライブスルー、気軽な格好で来れるんですよ。嬉しいですね。今ドライブスルーご利用の方に漏れなく素敵な商品プレゼント中。お母さんのアイデアで今日は何と会話で乗せてね。我が家はこんな焼肉屋さん、まるだ焼肉。松山陽子でございます。ボンカレーはレトルト食品のパイオニア。変わらぬ美味しさが今も愛されています。コクが決め手のボンカレー、牛肉以外の肉は使っておりません。地球人、あったまったね。カップヌードル。ごまごま、ごまごま、ひろけごま。育って育って育ち盛り、育って育って食べ盛り。
それぞれの町にはそれぞれの美味しい味の思い出がある。今ラーメンが旅になった。じっくり寝かせた3つの味、明星ラーメン機構新発売。君のテレビがステレオになる。駆け巡るステレオサウンド、このハイファイの迫力。今アビマックスがテレビを変える。ハイファイビデオアビマックス、ハイワから登場。ノーマン・ロックウェル、その作品は写真が捉えた光と影にリードされている。思い通りのポイントを速攻し、狙い通りの映像を手にする。世界初のマルチスポット、オリンパス OM4 新発売。5秒ですぐピカソ、5年経ってもまだピカソ。どんどん光る全自動オリンパスピカソ新発売。この春コダカラー VR フィルムはスイングジャンパープレゼント。コダカラー VR フィルム。いこうビデオで。美しさの基準が変わりそうだ。新登場コニカビデオテープ。大人になりかけたら何を隠そう、テクニクス。音が見えるコンサイス、スペアナ。センターフラップ、フラップアップ。楽園はセンサーフラップが涼しさと爽やかさをコントロール。爽快センサーフラップ。インバーターエアコンはナショナル楽園。ここがヤッサのビッグカメラ。カメラ、ビデオ、時計から今話題のパソコンまで超ビッグ価格にて大放出。本当に？そうなんです、本当なんです。安いんです。わあ、安さ感激。お客様のために安さいっぱい、品揃えいっぱいでお待ちしております。ビッグ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 カメラ、安い。ただ一台最優秀カメラに選ばれたヨーロピアンカメラオブザイヤー受賞、スーパーシックスモードペンタックススーパーA。 行くあてなくただただよ、壁の中の実地たちよ。激しい雨が俺を洗う、激しいビートが俺に叫ぶ。音が言葉より痛かった。ハイスピードサウンドマクセル UD1 新登場。UD2 ノリは上々。見晴らしいいよ、ハイポジション。ハイビームサウンドマクセル UD2 新登場。ザ・サウンドグラフィー。純音質、純画質、ハイファイの血がビデオで騒ぐ。マクセルビデオカセットハイファイゴールド。
ド・グラフィー。いい音には色がある、いい色には音がある。マクセルビデオカセット HGX ゴールド。おいしいお料理にはガスがいい。ガスの熱風でこんがり焼いて、さらに電子でスピード加熱。リンナイ電子コンベック。ターンテーブルとお手入れ楽なセルフクリーニング。庫内もぐーんと広くなりました。おいしさと速さを欲張ればリンナイ電子コンベック。リンナイ。ビタミン C たっぷり、つぶつぶフルーツ入り。フリーコハイダッシュ。刺激的に新発売。誰にも優しい。恋する乙女の動悸やめまいに、よーく聞きます。ブルマン入りグリコカフェゼリー。ソフトはヨーグルトとフルーツソースのデュエットだから、話せない。ハウスヨーグルト、素敵な仲間とリーベンデールコミュニケーション。甘さを抑えた爽やかな味。ただいまプレゼント実施中です。おやつやデザートにあれやこれやと盛り付けの楽しめるケーキタイプのアイスですが、もちろんそのままでも美味しいです。ロッテアイス、アメリカンケーキ。栄太郎みつ豆はまずシロップを捨て、中身を開け、缶の裏にある蜜をかける。これが美味しさの秘密。はい、栄太郎です。お米屋さんからもどうぞ。忙しい人ほど本当は食べなければいけないんだ。どこでも食べられるバランス栄養食、カロリーメイト。とっておき、これが噂のワタガム。ガンカンエブリバディのフー、明治風船ガム新発売。牛乳よりビタミン E が増えました。鉄分はもっと増えました。明治ラブです。朝弱い人、ラブが足りないんじゃない？これからは明治ラブ。女らしさ、尖ってる。私のルー。これが実はなんと靴の中敷きなんですね。外がどんなに寒くても足元はいつもポッカポカ、あったかいですよ。コーアのウィンターインソール。太陽を追って海へ来た。いい風が吹いている。今日もラッキーだ。光と風のジャンセン。ジャンセンスポーツウェア by コスギ。The best things in life are friends and California sunshine. Yeah, you gotta let them know.ジェンソンスポーツウェア by コスギ。ダイヤをもらう日、ダイヤ吉日、ダイヤモンドカメリア。銀座ジュアイオクチュール巻き、サンシャインシティアルファ1階。
夢千夜ミスタカオ銀座ブティックジョイサンシャインシティアルパ1階ちゃっかりお買い得娘冬のジョイナスバザール17日まで横浜西口ジョイナス男はいつも味方です。世界の毛皮銀座エスペリア。19マイシティも二十歳になりました。20おめでとう。ありがとうの大バーゲン16日まで。カルタス、このクラス燃費第1位 22.5キロ、 ニューヨークのフットワーク、カルタス戦続きから。おいでよ僕の夢の中。誕生アトレーターボ、7日8日はダイハツへ。イタリアの情熱を受け継いだ、イタリアのスポーツマインドに磨かれた日産の新しいパルサー。チャオイタリアの鮮やかパルサー。パルサー販売から。ブルーバードは光、ブルーバードは鳥。ブルーバードにならないか。25周年ダイシャオンフェアは14、15。自由なこと、素晴らしいこと、シビック、ワンダーシビック。グランプリヨーロッパ60デビュー。シングルプレイのつもりがいつか気づけばロングバージョン。似たもの同士のボサノバ。 A good blend of comfort and performanceAspect。登場、三菱キャンター2トン直噴ターボ。120馬力の力強い走り、嬉しい低燃費。三菱キャンター直噴ターボ。三菱新型誕生フェア。新しいシグマに1800ディーゼルと1600シリーズ新登場。大きくなった新しいミニカとエコノ、それにランサーフィオーレも加えて噂の新型勢ぞろい。新しいシグマ、新しいミニカ、
見たくなる7日8日三菱新型誕生フェア。カープラザ6周年フェア。ミラージュ1500エアロボーイ CXS 誕生。エアスポイラーを装着して一段と魅力アップ。迫力のフォルムに魅せられる。カープラザ6周年フェア。今度のミラージュ、今度の7、8。ミラージュ1500エアロボーイ CXS 誕生。迫力のフォルムに魅せられるカープラザ6周年フェア。今度のミラージュ、今度の78。この冬新しく生まれた神田ファッション館、公園通り渋谷店を加え、神田、新宿、渋谷、横浜、ビクトリア各店ではただいま全商品スーパーディスカウントセール開催中。スキーはやっぱりビクトリア。どでかい飛びの名コンビ、ダンロップ DDH、 ブラックミサイル、飛ぶボール飛ばすクラブ、ダンロップの名コンビです。僕は風になりたい。僕はショットガンになりたい。僕は光になりたい。僕は頑張れ日本。 The World of Sports。 水野。水野だけの MC 系素材が汗と体温をコントロールする。ウェアは力だ。エキサイティングアスレチックウェアスーパースター。水野スポーツファッション大賞発表。スポーツはどこまでファッショナブルになれるか。ファッションショーと西城秀樹コンサート、2月5日中野サンプラザ。宇宙の原理カッシーニの乱形線から生まれたテニスラケットカッシーニ。そのフレームスタイルと3つのバランサーがスイートエリアをトップへ近づけ、そして広げる。テストでも実証、トップに近づいたスイートエリア、勝つためのテニスラケットカッシーニ。 It's the best。 カッシーニ。体の芯で取る、これが守りの基本だ。科学の芯パラショック、呼吸のショックを半分に和らげる芯進化論。ワールドウィンパラショック。ヘッドスピードに合わせて選べば大きな飛び。プロギア新発売。ウィンチレンジャー。ウィンチがついた。クレーンがついた。ウィンチ&クレーンの日光ウィンチレンジャー。今日は私の彼紹介しちゃいます。アイスクリーム作りの名人よ。おうちで美味しく簡単にアイスクリームしちゃいますよ。タキシードサムのアイスパーティー。メモリアソングレトロ、そしていつの日か旅立つあなた。5月5日は子供とおもちゃの触れ合いの日。やってみようよ1年生。1年の学習、1年の科学。表情に光る伝統の技、能楽鶴亀びなもついて
義時太后作「ひな人形」「顔が命の義時」お祝いに七福神が勢ぞろい、本当におめでたい。中月のおひな様ならではのことですね。冠に家紋をお入れするのもお嬢様の健やかなご成長を願ってのこと。中月だけのオリジナル、お近くの中月へ直接どうぞ。少年が捉えたパスワードは、恐るべき世界核戦争がスタートした話題のコンピューターアドベンチャー、ウォーゲーム。時代は今、ビッグワン王を巨人軍の監督に指名した。ビデオで見よう、ビッグワン監督王貞治の道。お申し込みはバップマークのお店、または23457ちょんちょんバップまで。京都沈むの女たち、化粧12日より。私の家には死体がいっぱい。赤川次郎原作、晴れ時々殺人、角川文庫。みな語るなかれ、聞くなかれ。湯殿山麓呪い村、角川文庫。アメリカに眠っていた文明開化の日本が100年ぶりに里帰りします。日本で初めての134点の看板だけを集めた幕末明治看板展、今日本橋高島屋で開催中。闇の電気ロマン、里見八犬伝。今神秘は SF を超えた。英語話せたらな。 ECC の英会話はレベルに合わせたクラス編成。さあ、あなたもチャレンジ。だから ECC。 電気、水道、電話代は銀行自動引き落とし。スーパーの買い物も自動引き落としでいいよね。タモリ様、大根一本お買い上げ。キャッシュレスはスーパーから GC カード。僕の大好きなお父さん、メガネが素敵。髪の毛ないの？うん、このぐらい。もうちょっとかな。一度相談に行くか。日曜祭日も営業。アデランス。アトムオールマイティは驚きのペイント、錆止めなしで何にでも塗れます。アトムオールマイティ新発売。アトムハウスペイント。カナディアンロッキーを滑る、もう夢じゃない。パッケージは20万円台より。お問い合わせはカナダ太平洋航空スキーデスクへ。ナショナル住宅新春パノホームデー、1月2日から16日までお近くの展示場へお揃いでどうぞ。真心を送りましょう。ハリカのギフトは夢いっぱい。
さん募集中。東京 962-2111。 高橋熊吉32歳、趣味ファミリーマートでの買い物。私と文通しませんか。小さくても元気です、ファミリーマート。 Rich and Light Mild 7 Select Over。 広がりましたマイルドセブンの白い世界、マイルドセブンセレクト20本入り220円。Sweet wedding. Life here, 提案閣。私結婚しますとか、二人目の赤ちゃんが生まれますとか、いずれは両親と同居ですとか、人生変わり目が肝心。ぼちぼちおうち本気で慌てましょう。週刊住宅情報。あら、どうしたの？え？今年こそお家買わなきゃ、もう実家に帰っちゃって奥さんに言われたの？わかるわ奥さんの気持ち。大体ね、あなたいけないわ。お家をお家って毎年口ばっかりなんでしょ。生活設計ちゃんと立ててんの？え？あ、いろいろ事情があるの。でもそれを乗り越えてこそ男じゃないのね。なんとかしましょう今年こそ。週刊住宅情報。どうか丈夫な子に育っておくれ。幾枚もの布に願いを込めて小さな晴れ着が縫い上がる。幼い命を大切に。人は木のそばで休むのです。はい、知ってますか？大山ハウジング。今あなたがお持ちの都市銀行のキャッシュカードが、これからは13の銀行どこでもお使いいただけます。1枚のカードで大きなお付き合い。バンクス、このマークが目印です。Just one taste of freeI said it's all you need to know. 人間はやりたいことがいっぱいあるのです。カードエイジの未来を開く日本審判。今日ご紹介するお買い得商品は、応接セットを爽やかにまた豪華に引き立てるレースの応接セットカバーです。白地のジャガーのリレース、素材はポリエステル 100%。 背の部分と足元の部分に優雅なバラの花模様を織り込んだ上品なカバーです。ご家庭での丸洗いができますので、お洗濯の心配もいりません。取り付け取り外しも簡単で、いつも真っ白なカバーをかけていただけます。セットの内容は1人掛け用が2枚と3人掛け用が1枚の3枚セット。長さは1人掛け3人掛け用どちらも165センチで、レギュラーサイズの応接セットならどれでもぴったりはまります。今まで見られた椅子にもちょっとこのカバーをかけるだけで新鮮で豪華な印象を与えてくれますね。さてお値段ですが、今回はメーカーの協力により9800円のご奉仕価格でお求めいただけます。分割払いの場合は毎月2000円の5回払いです。お申し込みは東京 03-947-5200 番、東京 03-947-5200 番です。今すぐお申し込みください。お電話お待ちしています。珍しい魚と会いました。アスカショーで可愛い曲芸を見ました。楽しかったな。読売ランド。セウン仮面マシンマンが来るよ。やっぱり何か私はワールド。体長5メートルのシャチが繰り広げる
ダイナミックショー、海の遊園地鴨川シーワールド。氷の上はアイススキャンダル、ドリームインシティ、後楽園アイスパレス。これがムーンサルトスクランブル。この冬恋もスクランブル、スケートはオールナイト、富士の真下、富士急ハイランド。元気でございましょうか。お笑い漫画道場の時間でございます。今日のゲストは派手派手で登場いたしましたディスクジョッキー並びに声帯模写でおなじみの吉村明宏くんでございます。はい、ようこそ。今日もダンちゃんがお休みをしておりまして、ピンチヒッターは志垣太郎さんです。よろしくお願いします。いやー、先週面白くてもう病気になりそう。ねえ、ダンさん本当に早く治ってください。でも出てこないでくださいそんなことをもうみんな言うんですがね、志垣さんもですね、この番組に出るとだんだん二の線が崩れてきますね。ということで心配されておりますが、さあそれではお笑い漫画道場第1回戦どうぞ。漫画3人の証言というなんとなく重々しい題名がついておりますが、実はですね、皆さんクイズの出題者になったつもりで、あるものの正体を当てるクイズを出題してもらいたい、こう思うわけですね。みっこちゃん今配っておりますのがこういうフリップでございます。つまり3人の証言者がいるわけですね。これは誰かわかりますね。農家のお父さんという感じでございます。それからこれはザーマス奥さんでございます。なんザーマス、直美ちゃんの15年後でございますね、はい、それからこれは可愛い女の子。この3人の証言をヒントにしてあるものの正体を当てるという問題を皆さんに考えてもらいます。したがってですね、4コマになりますね皆さん。じゃあちょっとやってみましょう。わかりやすくね、こういうふうにやってもらえばいいんですね。はい、私象と間違えたざますよ。ほら、奈良の大仏様と間違えただ。私お山かと思っちゃった。さあ、象、奈良の大仏、お山、これがヒントでございます。何でしょうか。わかんないでしょう。答え、小錦関でございます。ねえ、こういうふうな感じでやってもらえば結構でございます。はい、鈴木さん行きましょう。あれやな、オラが村からもよく見えるだよ、でっけえからな。ほう、私あそこからすごい高級車出てくんの見たざますよ。私遊びに行ったけど広くて広くて迷子になっちゃったわ。まるでディズニーランドみたいな。はい、次の方。どうですかね、この方も本当に昔から虚栄心がなくならない。そうですか、富永さん行きましょう。はい、あたいあれほくろだと思うわ。あたいはイボだと思うんざますの。おらは今日の後に知恵ねえと思うだがな。いいえ、川島直美のおっぱいじゃ。はい、何ですって？ね、ほくろ。いや、ほくろ？そうですか。おきゅう。おきゅう。ひどい。さあ、みんなに分かんないようなやつをお願いしたいと思いますが、じゃあ志垣太郎さん。はい。はい。あら奥様、それは果物屋で売ってんのございますわよ。うまいですよ。それはうまいですよ。じゃあ続けて、はい、よ、うん、あれはね、芯まで食べられないのよ、うんちゃかちゃ。うんちゃかちゃ。はは。
果物屋で売ってる、うん、あれ食べたら小麦からまつんが出たわ、どんどんどば。なるほど。リンゴ、あ、なんでしょう。ちょっと待ってください。果物屋で売っている芯まで食べられない歯茎から血が出る、これはもう分かってますね。はい、答えはリンゴ。リンゴと思いでしょうが、じゃん、パイナップルでした。ねえ、なんでバカなことを。さあ、続いて直美ちゃん、はい、今度は難しいです。はい、あれ捕まえるのにとっても大変なのよ。泣き出すとうるさいでございますでございますでございますの。オーラなんかまともにおしっこ引っ掛けられただ。ああ、これは簡単でございますね。泣き出すとうるさい、逃げられちゃう、おしっこかけられちゃう。はい、わかりますね。鈴木さんでもわかるでしょ。わかんない。これはもうセミでしょ。わからん。セミ、セミですよ。わからない。正解は、はい、赤ちゃんです。あ、あ、なるほどね。まあね、まあそうですか。はい、吉村君、いきます。はい、あの顔の形はカバざますわよ。う、違うよ、あの歯はビバーだよ。お、いやいや、うん、あの歯のは豚だべ。さて、わかるでしょうか。カバでビーバーの歯をして、うん、豚の鼻。そうです。はあ、高三、高三。はい、みんなで好きなこと言えばいいでしょ。ちょっと団長に似てますね。似てないよ、覚えちゃいそうです。あ、そうか、そうですか。いないと思って。鈴木さん行きましょう。私見たんざますよ。え、見たんですか。見たんざますよ、はい、西の空からキラキラーっと光ってスーッと降りてきたんざます。はあ、私が見た時はくる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 回ってとっても綺麗だったわ。そしてスーッとやっぱり飛んでっちゃったの。はあ、俺は見た時はどう見たって牛に見えたけどよ、牛が飛んできたと思っただよ。つまりキラキラ光ってくるくる回って飛んでいって牛に見えた、うん、何でしょうね。私は UFO だと思ったんですが、牛に見えた。牛、はあ、みんなわかりますか。わ、はい、かりませんか。わかりません。じゃあ高さん、はい、UFO に乗った牛でした。それはヘリクツというもんだから。宇宙牛。何が宇宙、もうそういう風な漫画はもうたくさんなってます。そういうことでございまして、もう3人の証言、いろんな証言で、まあ、出題してもらいましたけどもね、まともな問題は一つもなかったようでございます。第1回戦、まだまだこの後なかなか楽しい問題は続きますので、どうぞお楽しみに。ちょっとこちらを、マルカバチカ行くよ。あのウルトラクイズが明治のチョコスナックになった。クイズもチョコも丸、明治チョコスナックウルトラクイズ。さあ、それでは第2回戦いきましょう。電気漫画、エピソード漫画とも言いますが、ある人物の生い立ちをですね、電気風に2コマの漫画にしてもらえば結構でございます。ちょっと分かりにくそうな顔してらっしゃいますね、皆さんね。それではちょっとやってみましょう。まず音楽を聴いてもらいます。子供の頃、いつも鬼ごっこの鬼ばかりやらされていた山田一郎は、その経験を生かし、今では鬼警部として全国の泥棒に恐れられている。ねえ、こういうふうになるわけです。というふうな感じで、なんとなく回想的なね、電気漫画でございます。富永一郎さん出来上がったようです。電気漫画トップバッター行きましょう。田中澄子は花垂れだったから、澄子と言われず、みんなにお花お花とバカにされていましたが、大きくなってお花の先生になりました。字が違うじゃないですか。
まあ、いいではないでしょうか。あ、失礼いたしました。でも立派になっちゃったからいいですね。いいです、はい、志垣太郎さんで、はい、出来上がりましたか。はい、はい、子供の頃蜂に刺されて痛い痛い思いをした河村実少年はその恨みを晴らさずえ悩みで晴らそうと今では注射好きなお医者様になりましたとさ。しかしまたすごい注射をやっております。これは腕に打つ注射ではありませんね。はい、じゃあ鈴木さん。赤ちゃんの頃は可愛い可愛い子だったんですけど、ただ母親の目を盗んで火遊びをするという悪い癖があった。この赤ちゃん大きくなって今じゃ札束なんかを模して遊んでいます。先生、今度はあのなんか焚き火するとき呼んでください。僕は、はい、直美ちゃん、はい、小さい頃家が狭くてせっかく拾ってきた犬を捨てなければならなかった犬塚健太郎君は大人になって20年後ついにその犬を見つけ出し結婚しました。何なんですか、犬と生きていたんです、この犬が。20年の犬ったらもうヨボヨボですよ。でも子供もちゃんと生まれました。お母さんにですね、そう、手がね、お母さんにいて、こっちの手はあの気持ち悪いですね。続いては、はい、吉村君。はい、いきます。さて、子供の頃鉄腕アトムに夢中だった菅井敦史は大きくなってからは麻雀に夢中になり鉄マンアトムと呼ばれるようになった。鉄マンアトム、鉄マンアトム、鉄マン、ね、アトム、タランタンタン。はい、続いてはどうでしょう。鈴木さんが出来上がったようですね。ちょっとね。少年富永一郎は非常に好き嫌いの多いわがままな子でした。しかし大人になってからはそんなことを言っちゃいられないと思うんです。大体鈴木さん、電気漫画ってのは偉くなった人の電気です。ダメになった人は書かないでください。どこでどう間違えてね、先生、どうしてみんな偉いことないじゃない。みんな知らないとするんだ。そうです。母じゃないよ。なんてもん。はい、志垣さん。ものには限度がある。それでは、はい、岩原と。子供の頃、貧しくてランドセルを買ってもらわなかった志垣太郎少年はその貧しさに耐え苦節20年、今では毎日ランドセルを背負って通勤しています。偉いですね。じゃんじゃん、ということでいろんな電気が登場いたしましたけどもね、大変なもんでございましたが、やっぱり富永さんの電気が一番面白かったようでございます、ね、まあ好き嫌いはなくなって何よりでございます、富永さん。好き嫌いがなくなるといえばこちらの方もまた結構でございます。どうぞ CM です。2人で1人、2つで1つ、かき氷とアイスが1つになりました。もう離れられない、フロッティ赤城乳業。さあ雰囲気が変わりました。第3回戦行ってみよう。第3回戦は1985年上半期 B 面レコード大賞と題しまして、おなじみのヒット曲のユニークな B 面を楽しい漫画にしてもらう、第3回戦でございます。安全地帯の恋の予感、斉藤由貴ちゃんの卒業、渋垣隊の男一揆とかね、いろいろ出てますが、このヒットナンバーのダジャレパロディで楽しい B 面を考えてもらいます。じゃあちょっとやってみましょうか。僕はですね、松田聖子ちゃんね、
天使のウィンクを選んでいましたね。それではいきますよ。松田聖子ちゃん、天使のウィンクの B 面は天使のスカンク。これが受けますとピンポンピンポンで、みっこちゃんが持っておりますあのワッペンがですね、その松田聖子ちゃんなら松田聖子ちゃんの枠の中にポンと入っちゃうと、そのワッペンが果たしていくつ集まるかで今週の勝利者が決まるわけでございます。おや、直美ちゃんが早いようです。直美ちゃんどこ挑戦しますか？ですね、渋垣隊の DJ in my life に挑戦します。渋垣隊の DJ in my life、 はい。 DJ in my life の B 面で DJ シューマイライス。まあこれはトップですからご祝儀相場的な雰囲気ありましたね。あら、ご祝儀相場。続いて富永一郎さん。よし行くぞーの。ほう、ほら東京細工だ。電気もねえ、何にもねえ。はい、ほら東京細工だ。ほら東京細工だの B 面はほら土管さすむだ。これは随分来ましたね。ドッと来ましたよお客さんがね。えさあ続いては、はい、じゃあ土管に住んでる鈴木さん。はいはい、入ってことないの。土管に住んでない鈴木さん、はい、はい、松田聖子の天使のウィンクに。あ、天使のウィンク、はい、はい、天使のウィンクの B 面は禁止のウィンク。うまいもんですね、なかなかね、禁止のウィンクね、はい、はい、はい、志垣太郎さん行きましょう。それでは渋垣隊行きましょう。あ、渋垣隊は何行きますか？男一騎行きましょう。男一騎、はい、はい、渋垣隊の男一騎の B 面は飲み行き。まあ、ご祝儀でございますね。ありがとうございます。今笑った方はですね、歴史に詳しい方だけ笑いましたね。まあまあ、インテリジェンスのあるお客さんでございます。知性と教養がある吉村君。ここでブーッとやばいな。いや、井上陽水で。でもその服装からは知性と教養が感じられませんね、あんまり。そうでしょ、地味なんですからね。じゃあ井上陽水で。はい、何井上陽水。あ、いっそセレナーデ。あ、そうですか、はい、いっそセレナーデの B 面はザ・いっそシリナーデ。なかなか、なんか今日みんないいみたいですね。ブーがありませんね。はい、富永一郎さん。石川秀美の。石川秀美ちゃんのもっと接近しましょう。もっと接近しましょう、はい、これいい歌でしたね。もっと接近しましょうの B 面は、はい、もっともっともっと接近しましょう。接近しすぎですよそれは。はい、さあこれで富永さんはトップに躍り出ました。2つ、じゃあ鈴木さん行きましょう。 CCB のあれね、ハイカラだ。ロマンチックは止まらない。知ってますね、ます CCB なんか。はい、はい、ロマンチックが止まらないの B 面はロマンスカーが止まらない。危ないですね、ブレーキが故障しましたか。はい、はい、志垣太郎さん。それでは安全地帯行きましょう。安全地帯は2つありますがどれにしますか？はい、安全地帯はですね、恋の予感の方へ行ってみたいと思います。一番上の方ですね、恋の予感、はい、安全地帯の恋の予感の B 面は恋の夜間。新婚ですかね。ちょっとちょっと見てくださいよ。新婚ですか。太郎のりこ冗談じゃん。すいません、プライベートなこと出さないでください。本当に失礼いたしました。見てる。あ、そう、何が言ってんの。はい、吉村君、吉村君行きましょう。それではですね、キョンキョン行きましょう。キョンキョン、キョンキョンいいですね。キョンキョン何ですか、キョンキョン。キョンキョンですね、スターダストメモリー、スターダストメモリー、はい、はい、スターダストメモリーの B 面で、うん、スターダストメモリスターダストメモリ。要するにダメだったのよ。これは受けると思ったんですけどね。いや、思っただけでもね。そうですね、昔車談義さんがそういうことをよく言ってましたよ、はい、成仏してください。誰を言ってるの。はい、はい、では直美ちゃんです。はい、はい、
大沢良幸さんの、そして僕は途方に暮れる。いい歌です、これもね。大沢良幸さん、はい。そして僕は途方に暮れるの B 面で、うん、そして僕に豆腐をくれる。かわいいじゃない。どうして、誰が押してるんですか、上でブーブー。いやいや、あれはね、あれはコンピューターがやってます。もう実に厳しいんですよ、コンピューター、現在のところ直美ちゃんと吉村君がどうしても乗りません。はい、志垣太郎さん、それじゃあ杉山清隆とオメガトライブの二人の夏物語の、いいですね、はい、B 面でいきましょう。はい、はい、二人の夏物語の B 面は、はい、二つの勝物語。書きながらね、ちょっとこう面白いなと思ったんですよ。はっきり言って。なんかね、今ね、発表する前から不安そうな表情してましたね。本当不安だったんですよ。さっきあのコンピューターに文句言っちゃったし、すいません、今度言いませんから。すいません、お願いします。さあ、誰もね、先に行くよ。はい、じゃあ吉村君か、再開グループから抜け出すか。はい、行きましょう。チェッカーズのあのことスキャンダル。あのことスキャンダル。はい。さあ、頼みますよ。ブーってやらないでしょ。ごめんなさい。嫌われるよ。はい。それでは、はい、あのことスキャンダルの B 面は、お、兄貴とスカンピン。全然違うんです。あんまりなんか、あんまりなんか面白くないですよ、本当に。だからあの子、ほら娘でしょ、ね、兄貴にモノマネやった方がウケるんじゃないですか、さあ続いてはどうでしょう。はい、富永さん、はい、もうパッと鳴らしてトップに行きましょう。アルフィー。アルフィー。シンデレラは眠れない。はい、シンデレラは眠れない。シンデレラは眠れないの B 面は、はい、死んだら眠れる。さあ、富永さんがトップですよ。3つ目を取りました。はい、じゃあ鈴木さん追いかけましょう。トムキャットのフラれ気分でロックンロール。あれ、トムキャット、 CCB からトムキャット。そうですよ、新しいですね、はい、鈴木さん。はい、フラれ気分でロックンロールの B 面は、おとそ気分でちゃんちきよけさ。なんか新しい曲が全部古くなっちゃいます。ロマンチックは止まらない、ロマンスカーは止まらないでしょ。何ですか、おとそ気分でちゃんちきおけさ。これはもう本当にね、はい、さあ、まだ1個しかない。これで鈴木さんと富永さんがトップですよ。まだ1個しかないのが吉村君と直美ちゃん。悪いけど吉村さん、私取らせていただきます。大丈夫です、はい、直美ちゃん行きましょう。いいえ、ピンポンになります。はい、五木ひろしさんのそして巡り合い。はい、ブー。まだですよ。誰ですか、何やってるんですか。はい、そして巡り合いの B 面で、間違えろ、そしてプレッシャー、殴り合い。やりました、やりました。さあ、これで一つしかないのが吉村君でございまして、ありがとうございます。本当にご愁傷様でございました。さあ、チャンピオンはさすがでございます、富永一郎さんと鈴木芳生さんに決定しました。拍手をどうぞ。さて、お次は吉井直美のおまけコーナ ー, ー, ナー、はい、お便りを読みます、大阪市箕面市の真崎ゆり子ちゃん、はい、私はいつもお笑い漫画道場を見ています。かわいそうだなと思うことが一つあります。それはいつも鈴木さんが土管の絵を富永さんに描かれているからです。それでこれを作りました。これはお守りです。題は負けるな鈴木人形です。どうもありがとうございました。さて、こちら似顔絵です。宇都宮市の池島陽子ちゃんが送ってくれました。富永おばあちゃん、富永さんがおばあさんになるとこういう顔になるってことですか。可愛いですね、そっくり。はい、どうぞお持ちになってください。ありがとう。それではこちらのゆりちゃんにはですね、まず、はい、テレフォンレスト、ここにかけるとね、オルゴールのようになっててね、音がするんですよね。それからですね、はい、似顔を送ってくださった、こちらの陽子ちゃんにはサーフボードのマットを差し上げます。素敵だ、はい、あ、いいよ、どうぞ。はい、ということでお便りどうもありがとうございました。実はですね、今日は最後に悲しいお知らせがあります。実は長い間入院しておりました、車団吉さんがですね、来週いよいよ帰ってくることになります。いやー、本当に良かったですね。
どうなりますか、本当に楽しみでございますが、志垣太郎さんがね、先週今週と頑張ってくださいましてありがとうございました、はい、本当ね、それでは来週もどうぞお楽しみに、どうぞこの番組をご覧くださいませ、さよなら。顔洗ったらいきなりアノン FF、 お手入れはこれでおしまい、早いの早くないの、そのくせお肌は帰ってくるまでツルッツル、朝のお手入れは乳液一つで終わります、アノン FF。 Grandpa, how come you need citrus hill orange? This tastes so yummy. Because of citrus hill?We wait till the oranges get full of sunshiny sweetness. But do you know how long it takes them to get all sunshiny sweet? A week? More like a year. A whole year? Yep. You see, honey, oranges take sunshine and turn it into sweet, delicious juice. More sun they get, the more naturally sweet. This is how orange juice gets. That's right. Mmm, you can taste a year of sunshine in every sip.Is Grandpa coming with us to the movie? He can't, Mommy. He has to watch his oranges get sweeter. New Citrus Hill Orange Juice. There's a year of sunshine in every sip. Taste of chocolate. There's nothing in the world like it. Maybe that's why there are so many ways to enjoy it. But one of the best ways is when it comes fortified with 7 essential vitamins and minerals. And that's when it comes this way. Ovaltine. Add Ovaltine flavoring to milk and you turn an ordinary glass of milk into an extraordinary treat. So if you're looking for a chocolate taste that's delicious and nutritious, look no further.It happens every time you bake up my pipe and hot loaf. Ooh, that poppin' gray stove. Is that bread baking? Baking up hot. Fresh butter melting? Baking up so. Oh, smell it baking. Take a taste in. Ooh, that poppin' gray stove. Fresh hot pipe and hot loaf from Pillsbury. How could something that looked so funny taste so good? Bigger on the bottom, smaller on the top. Once you get a taste, well, you can't stop. They toast up crunchy like no other, with nooks and crannies to hold the butter. Sure are funny, all bright and sunny. This is English Muffin. How could something that looked so funny taste so good? Every single one is different from the other. Take one bite, you'll want another. Got green on the bottom, wrinkles all around. I love that crazy, crunchy sound. The original one and only funny looking tasty cookie. This is English Muffin.Wonder Bread is an American tradition. So is winning. The two just go together. So it's no surprise that Wonder is a proud supplier to the 1984 U.S. Olympic team. Whole wheat does have more of some nutrients and fiber, but Wonder has just as much calcium, niacin, and iron, helping build young America into a strong America. It wouldn't be America without Wonder. Wonder, helping nourish America's winners.It's amazing how you feel each and every time you taste Yoplait, the yogurt of France. Falling in love again, oh yes, it's true. You can't resist Yoplait's creamy smoothness. What am I to do? The real fruit mixed all through. The taste is truly extraordinary. I can't help it. Get a little taste of Yoplait, the yogurt of France. Falling in
Introducing York Extra. Biting into a York Extra, I get the extra cool sensation of gale force winter wind whipping through my hair. Get the York extra big, extra thick, extra rich chocolate, extra creamy mint. The extra cool sensation of gale force winter winds whipping through my hair. Get the York extra cool sensation. America's meat and potatoes, McDonald's quarter pounder and fries. You're work, work, working up an appetite. You're a meat and potatoes guy. Looking forward to when you can start working on a quarter pounder, Coca-Cola and fries. Got your favorite, Dad. That all-American taste from your favorite place. America's meat and potatoes, McDonald's quarter pounder and fries. Dig in. McDonald's and you. Today, you've got to be better than ever before. Soft and Dry announces better spray protection than ever before. You're nervous and tense, you need that score. But all they see is your skill and your pride. And Soft and Dry will help hide when you're nervous inside. A major breakthrough gives improved Soft and Dry a higher level of protection than any leading spray. New Soft and Dry will help hide when you're nervous inside. Looking good, Edwin Moses, looking good. You can look good, too, wearing this official U.S. track and field team uniform. An exclusive offer from Shilton with proofs of purchase for many of these products. Race to participating stores for details. And for each uniform you buy, Shilton gives a donation to the team. And that makes you look even better. Help us out, America, and keep us looking good. Shilton, an official sponsor of the U.S. track and field team. Feel the sensation that women from the Orient have known for centuries. Silk. Today there's a pantyhose that looks and feels just like silk. Sheer elegance. Sheer elegance. The same silky smooth feel on your skin, the same shimmering look on your legs. Silky enough to charm a samurai. Sheer elegance pantyhose by Legs. Sheer elegance. That makes 12 pounds. I feel like a new woman. You've celebrated for a week. Well, you lose a few pounds. You buy a few things. Mm. Ooh, even a new antiperspirant. Mm. Did you lose weight under your arms? Don't laugh. This is new dry formula secret. What's new about it? It keeps me drier. It's the strongest secret roll-on ever. It really works better? Yep. And it goes on feeling dry. Not sticky. Huh. New Dry Formula Secret goes on feeling dry to keep a woman drier. And it doesn't leave all the white residue of the leading dry roll-on. Not all that white stuff under my arms when I put it on. Sure, well, I'll try it. Sorry, Larry. Secrets for women. But it's a new secret. For a new woman. New Dry Formula Secret. Now even stronger and still just for a woman. Scented or unscented. Oh. Don't lose your cool. Put your throat on Nice. Ice for sore throat and cough? Nice. Medicated lozenges. Sugarless Nice showers minor sore throat pain with medicine for temporary relief. And Nice actually absorbs heat and cools your mouth and sore throat. Hmm. Feels slickery. My sore throat feels better. And it's even working on my cough. Good. Gin. Oh. For temporary relief, put your throat on Nice. For Nice cool pain relief. Ivory Liquid presents Dishwashing Talk. Well, what'd you think of your birthday dinner? I can't believe you cooked it. There's the proof. Spaghetti. Well, that's what that was. Here, I'll help you wash. Oh, hi there. Hello there yourself. I like holding your hands. Oh, they're soft. That's where Ivy Liquid helps. Well, you'd never know they were 34 today. Well, I guess the Ivy Liquid has treated my hands pretty well all these years. I know. You know, they say it's the mildest of all lean brands, and that's important if you care about young-looking hands. Well, to prove I do, I've got one more surprise for you. You're going to cooking school? Happy birthday, honey. Oh, it's perfect. Just like my spaghetti. Mild Ivory Liquid helps your hands look as young as you feel. That face, that face, that cover girl face. It glows, it shows, that clean makeup face. For the look of good skin, there's nothing like CoverGirl Clean Makeup. It's Noxzema Clean, so your skin looks fresh, feels fresh. That face, that face, that CoverGirl face. CoverGirl Clean Makeup by Noxzema, the makeup for that face. Ooh, that face, that face. Honey!
Johnny, I didn't know you slept in the bathtub. Just one more minute? Calgon Moisturizing Foam Bath. Fragrant, long-lasting foam softens your skin and relaxes you right out of this world. Hey, honey. One more minute. Calgon, lose yourself in luxury. When fabric softeners began, there was good. Then came better. Today, there's Bounce. Not as you know it, but new super soft Bounce. Good. Liquid? Good for softening, but not so good for static. Better? See? Better for static. Inconvenient. Yeah, it's so-so for softening. Bounce. But new Bounce is the best sheet ever. It gets clothes softer. Watch. On a towel softened by another sheet, a bubble often breaks. But Bounce's towel is so super soft, it bounces almost every time. For softness, that's some sheet. For static clean, Bounce beats the socks off liquids, and that's Bounce freshness. So why settle for good? Or even better, when you can have Bounce. New Super Soft Bounce. The best dryer sheet ever made. This toothpaste is topless. It's Aquafresh's new top. To show its triple protection formula. Cavity-fighting fluoride, breath-freshening gel, gentle, effective cleaners. In one complete toothpaste. Mothers prefer it. Aquafresh, a complete toothpaste. Mom, I fixed the car. You did? I helped. Oh, okay, you guys. Sweatshirt's in there. A-L-L. Uh-huh. A-L-L will take care of you two grease monkeys. All has concentrated cleaning power to get out even grease stains and rubbed in dirt, so everything comes out clean. You fixed my sweatshirt. Well, I had help too. A-L-L? Get it A-L-L clean with the concentrated cleaning power of Concentrated All. You're young, you're active, on the go. You wear Hanes too, and you know gentlemen prefer Hanes. Hanes too is sheer and shake, it's true, at a price that's right for you. Gentlemen prefer Hanes. Out of the package, the leading brand looks like this. Hanes too, like this. You choose. Times have changed, but one thing's true. Looking good feels nice to you. Hanes too, starting at $2.50. So super, it's called the JCPenney Super White Sale. Now every sheet is reduced. Like this floral print, just $3.49. All our bed pillows are 20 to 50% off. Every towel is reduced. Like our JCPenney bath towel, regularly $7, now $4.49. Super's the word for saving on all sheets, all bedding, all towels, and more. They're going fast. Hurry to the JCPenney White Sale. It's super. America's travel leader is back with full service nationwide and with one-third off future trips. When you travel Greyhound between now and January 9th, you'll receive a coupon good for one-third off any trip you take between January 10th and April 1st, 1984. That's one-third off any one-way ticket over $10. So remember, Greyhound is back with full service and the high standards you've come to expect from the leader. Go Greyhound. Ride now, save one-third later. Leaner, meaner, the new breed of four-wheel drive, the leaner, meaner-sized Cherokee and Wagoneer from Jeep. Higher ground clearance, higher mileage than Bronco 2 and S10 Blazer 4x4. Legendary Jeep traction, hot or cold. Leaner, meaner, the new breed of four-wheel drive, only from Jeep. The changes in our phone company raise confusing questions for some people. Now where should you buy a phone for your home? Are you sure it'll work? Phone help you choose the right business system. What if it breaks? Isn't that phone out of date? Where can you find quality telephone equipment for your home and office? There's a simple answer. Hello, Pactel. Pactel, the answer. You know something? You're falling behind in the long-distance game. You got to keep your eye on the ball. Sprint keeps finding new ways to save you money. Like now. They've got no startup fee and no monthly charge as long as you make $5 worth of calls a month. But that's easy. Especially when you can call anywhere in the country. Any hour of the day. You thinking about switching to Sprint? Good. You should. Call Sprint. Find out about it. Tuesday, host Don Rickles and Steve Lawrence swing into action for the hilarious premiere of a new weekly series of Foul Up. Leak. Uh-oh, there goes my... And Blunders. Yeah, great show.
Foul Up Sleeps and Blunders, premiering Tuesday.